こんにちは、デリッシュキッチンです。型なしで作れるお花畑弁当をご紹介します。人参5分の1本を用意し、縦長2センチほどの幅でスライスします。インゲン4本はヘタを取り斜め半分に切りましょう。ソーセージ1本は半分に切り、表面に格子状に切り込みを入れます。鍋に湯を沸かし、塩少々を加え、切った食材を入れ1分茹でます。その後取り出し、卵1個を入れましょう。同じ熱湯で10分茹で、水につけ殻を剥きます。人参は塩少々とコンソメ小さじ4分の1を振り、1枚目は端からくるくる巻きます。2枚目を重ね、ひねりを入れながら巻きます。同様に3枚目もひねりながら巻きましょう。ラップを広げ、左側に 1.5 センチ間隔で竹串を縦に5本置き、右側にゆで卵を縦に置きます。右から卵と竹串を巻き、竹串を均等に整え、両端を輪ゴムで留め10分置きます。ボウルに白ご飯お茶碗1杯分と鮭フレーク大さじ2を加えて混ぜます。続いて焼き海苔1枚を用意し、ご飯の半量をのせます。平らに広げ、手前から奥に軽く畳み、雫型に整えます。お弁当箱の高さに合わせて切りましょう。具材を全部詰め合わせたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。